渡したいものがあって。食うものか。いや、食うものじゃない。はい、皆さんこんにちは。カリチャンネルののぞみです。今日はですね、茨城県の笠間市にある上原内部工房さんにお伺いしてます。とあるものを極秘で発注していたんです。それができたと、連絡を受けましたので受け取りに来ました。楽しみです。何でしょうか。それではどうぞ。はい、それでは例の物が出来上がったと聞いて来ました。はい、お世話になってる方に、お渡ししたいということで、受けたまった仕事で、まあちょっとヤバい物を作って、あ、違うか。まあ、心を込めて、軽くちょっと暴走気味だったんで、はい、受け入れていただけるかどうかちょっと自信ないんですが、やってみました。で、現物をそれではちょっと確認していただくために、はい、ご覧ください。はい、はい、これが、まず 3.5 インチフィルド&ストリーム。わー、私たちに用を教えてくださってる師匠にプレゼントをしたいなと思って上原さんにお願いをしました。かっこいいですね。鹿の角、使いやすそうです。やっぱり持ってみて私がすごい使いやすそうだな。欲しい。欲しい。このナイフのこだわった点などを教えていただけたらと思います。はい、まあ長く使っていただくために、あまり錆びたりしないように、今ちょっと希少になっちゃってるんですけど ATS34 という高炭素ステンレス。高炭素ステンレス、はい、を使ってます。まあもともとそのモダンナイフの階層ラブレスさんが使い始めた 154CM っていう鋼材を日本でモディファイした材料、うん、で当のラブレスも、ほとんどそのカリフォルニアに移ってからは ATS34 でナイフを作ってました。へえ、 ATS34、はい。でそのラブレスの、まあ、作り方ですよね。それをまあ真似したというか、多少なり勉強しまして作り上げたものです。はい、はい、ありがとうございます、はい、師匠喜んでくれるかな。受け取ってくれる、受け取ってくれるといいですが、すごいドキドキです。この間の師匠の家に遊びに行った時になんか本当にそこら辺の鉄の板みたいなので解体作業していたので、もうこれをねぜひ受け取ってもらいたいと思っています。かっこいいですね。すごくワクワクするね。喜んでくれるかな。はい、こんにちは。こんにちは。渡したいものがあって。食うものか。いや、食うものじゃないで開けてほしくてちょっとようやくできて、ようやくできて、むしろとりあえず開けてくださいとりあえず開けてくださいとりあえず開けてください。あー、ナイフか。こう引っ張って、そうそう、これどっから見つけてきたんだっけ。いや、私が作ったわけじゃないんです。違う違う、これ工房、ナイフ工房で、うん、持ってんだ、こんなの持ってる、鹿の角で、うん、使ってほしいなと思って、ちょうどナイフ工房笠間にある、うん、上原ナイフ工房さんっていう工房に行く機会があったんですけど、うん、そこで、よく師匠の話をするんですけど、うん、師匠にナイフを使ってもらいたいなと思ってるんですっていう話をして、うん、作ってもらったんです。バシバシ使ってほしいなと思って。いっぱい取るからね。しかもなんもう本当に職人さんが一から、うんうん、ね、師匠のことを話して材質がなんだか
なんて言ってたっけ。なんとか34だっけ。うーん、AT フィールドみたいな感じの ATS 高単、なんか長切れ高炭素鋼、高炭素鋼、長切れする高炭素鋼で、私もあのナイフをそこで作ってもらったんです、うん、で、すごい作業効率がもうめちゃくちゃ上がるし、めっちゃかっこいい、ね、うんうん、ので解体するのに、解体するのにか、これ腹の中使うの、腹の中取んのにいいな。ああ、そうですよね。すごい、うん、ちょっとの間だけ、うん、出歯。出歯。普通の出歯。出歯包丁。出歯の小さい出歯があるんだ。はいはい。本当に手のひら入っちゃうぐらいの小さい出歯があるんだ。はい。それを腹の中抜くのに使ったことがあるの。はい。だけど今はもうほら腹抜くときに、はい。腹抜くときに、うんちと、はい、なんつんだ、ここんとこな、ここな、あ、はいはい、そこ捕まえて引っ張り出したじゃん、はい、その時に使ってそのまま前さベロンと出しちゃうと、うん、後ろから見えんで、うん、長い方が手突っ込まなくて済むんでちょっちょこちょっちょこちょってやって、はい、で横隔膜切るとボソッと起こるんだ、うんうんうん、そうやって今やっちゃってから、はい、うん、いやぜひちょっと本当に本当にあの市販のナイフと全然違うので試してもらいたいなと思って、うん、使ってください。いや、もったいないって言わずに使ってください。その工房さん研ぎとかメンテナンスも、うんうん、はい、もう無料でしてくれるので、うん、ガンガン使っていただきたいってことで、使ってもらうことが何より嬉しいって言ってたので、はい、使ってください。そして感想、本当に全然違うから感想を教えてほしいです。うんうん。これこっち向きか、あ、逆ですね。こっちでいいんだよね。そっちでいいんです、はい、うん、カシャって入るんで奥まで入れると、そうですね、うん、あ、ちょっときつくなってるので、うん、作りが中もちゃんとこれに合わせて作ってんだと思 う。ちゃんとカチャってなるの で、うん、でもう少ししたらこれも使っていくと柔らかくなるって言ってました、皮、なので少し抜きやすくなって、うん、はめてもこう振っても落ちないようになってるので、うんうん、ちゃんとベルトに留めていくこともできるし、うん、あ、すごい、いろんなことを教えてもらったからね、少しでもこんなことしかできないですけど、いやいやあんまりお金かかることやんねえ使ってほしいって、ね、うん、そうなんだ、一応そこ書いてあるから今日はじゃねえ、昨日2つ取ったやつと、あら、昨日おとといあ、ここにもいるよ。どこ？あ、本当だ。これだからどうすかなと思って考えちゃったんだよ、これ、うん、昨日もう一匹取れたんだ、はい、もう一匹は檻なんだ、うん、あ、でこれはここかかってる、ここ後ろ足は普通に歩くときに前足に重心がかかって、後ろ足はただ前足進むために蹴るだけなもんだから、だから深く入んねえんだわきっと、はい、うん、でこっちの足がどうしたかわかんないから、これ半身にして、で、いい方だけ持っててやっかと思って、うんうん、頭外して、役場で回収するじゃん、有害捕獲の時は、はい、と、うん、一塊、例えばの話20キロの1匹をそのまま袋に入れっぺってやって、20キロだとちょっと足が出ちゃうわ、だけどもそれを半分に切って足を外して、足が出ないようにして、袋の中にトポンと入って紙袋がキュッとなるぐらいになると20キロ越さないんだよ、うん、で一応20キロ以下に壊れにして出してくれと、でかいまんまだと、うん、なるほど、燃え残った場合に牢を壊すからっていうことなんだ、なるほど、じゃあ私たちもうあれだもんね、肉は捨てないから、いや、そのゴミの処理ってみんなどうしてるのかなっていうのを思ってたんで、だからみんな不法投棄なの、あー、そっか不法投棄なの、そっか、でこれが北海道では問題になってるんですか、そう、問題になって、で、ほら不法投棄っていうか、もうそこへ置いてきちゃうわけだ、鹿なんかあんなでっかいのさ、うん、この日光あたりの鹿なんか問題ならないから、大きいの、大きくて、それを背割れにして、
手割りにしてこのももとキロースと取ってそれだけだ。 あとはだから全然内臓ほら割らないで、うん、だいたい首狙って打つでしょ、うん、で倒れたものを背割りにしてここの肉とロースを2本取って、うん、でそのまま置いてきちゃう、うん、そうするとそこにキツネがクマが寄っちゃいますもんね。寄っちゃうでしょ。そうするとまあ人間に近ければクマを寄せることになっちゃうわけだ。確かに。でそれと同じに今度は産業廃棄物だからこれが。で北海道では、うん、もう何年だかな、10年もうちょっとなかな、あの残骸ステーションっていうのを作ったの。へー、ね、大きさにして、うん、4メーターないが3メーターぐらいが、3メーターぐらいのクマが来てガッコンガッコンやっても壊れないような丈夫な小屋を作って、で扉にちゃんとガチャンっていう鍵をつけて、でそこ、うん、でいらないものはこの中へ捨ててくださいと。便利だね。便利っていうか、うん、そうやってやってくれて、で今赤ちゃんも15年ぐらい前かな。で一番困るのが川草ねんだよ北海道は。そっかそっか、寒いからで春になってその 農場の近くでもの山に捨てられると毛が抜けるんだ、腐る前に。ふとその毛が畑へ飛ぶって、それが一番困るって。いかがでしたでしょうか。はい、どうしてもお世話になってる師匠にはお礼がしたくて、でも何を持ってっても受け取ってもらえなかったんですね。で少しでもこう師匠のお役に立てればすごく私は嬉しいです。これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラム等の情報もありますので、よろしければチェックしてみてください。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。